どうも、長谷川です。どうも、長谷川です。ということで、今回ですけども、はい、ちょっとこうやって家にずっといるわけですけども、はい、しかもほんま、世の中8大都市では緊急事態宣言まで出ちゃって、本当にね、辛い日々をね、皆さん送ってると思います。僕らも辛いですけどね、本当に。辛い。まあ、それはもうね、辛すぎる。今回は、ちょっと我々でやっぱり家でできることっていうのをもっと支援しようという試みで、はい、ちょっと今日は2人で、はい、勉強耐久したいと思います。イエイ。ということでね、今から我々2人でね、皆さんね、学校で勉強できないと思うんで、ちょっと我々と一緒にね、ちょっと時間を有効にするという意味でね、勉強耐久やっていきたいと思います。いきましょう。ということで、軽めの Make it possible with アトリエ。昔のことを思い出したいと思います。それでは1時間半レッツゴー。
ケイ。K 全体で見たら0、つまりこう K 全体で見たら合力は0だから、中心が K 全体で見たら合力は0ということは、こいつ全体としてはどうぞ直線
チュンチュンチュン。
はい、ということで1時間半にわたるねあれが終わったんですけど、さあここからまだまだ半分です。花尾へパスしたいと思います。花尾へリレー、ちょっと間違えた。はい、ということで、後半は花尾パートでございます。それではもう90分みんなで集中して頑張っていきましょう。めっちゃいいやつみたいな感じになっちゃいました。それでは行きたいと思います。1時間半、90分頑張っていきたいと思います。それではよーいスタート。さあ始まりました。ただいま1時間の10秒経過します。よし集中。おい何見てんだよ、真面目にやれよ。遊びに来てんじゃねえんだぞ。鼻かゆい、ちょっと待って、ほんまに鼻かゆい、ごめん、ちょっとほんまに鼻かゆい。ティッシュさ、置いといていいですか。鼻がさ、マジでかゆいんですわ。気はないんです、仕方ないんです。この時期これでもいつもよりマシなんです。ではやっていきましょう。
今で30分、あと1時間頑張りましょう。
スズメちゃんが鳴いております。かわいいな。こういうのにね、気が惑わされてしまうんですよね、僕は。ちょっと、あ、行っちゃった。くそ。
と30分もう少しだけ頑張ってください。まあとっくにもうダウンしている人もいるかもしれませんけども、ここまで来た皆さんはまず素晴らしい。こんなね1時間半今2時間半かな合計、こんなに集中できる人間はね、そうそう町内にね5人ぐらいいるかいないか、そのレベルだと思います。僕だったら今ね、僕だったら今1丁目に住んでるんですけども、1丁目の人でこれパッと見ができそうな人パッと見いないね。うん、あそこの人はちょっといけそうだな。うん、それぐらいすごいことだと思うんで、いやーちょっと肩凝ったね。まあ、正直ですね、まあ、最近勉強するってねいうことがねあんまり、ごめんなさい急に語りモードに入ったので休憩してる、実はこれ休憩してるんですけども、ごめんなさい、大人になってですね勉強することってあんまりなくなると思うじゃないですか。ただですね勉強はですねもう自分でするものなんですね。もはや大人になってしまうと人から勉強を教えられるということはまずなくなります。新入社員が研修で教えてくれるレベルです。でもそれ以外はもう自分でつかみ取らないと、受け身になってたらですね一生ね本当に今必要な情報が手に入らないわけですよね。うん、今すごい真面目なこと言ってますけども、だから人からもう教えてくれることはなくなってしまうんです。それは結構、まあ、ある意味残酷で、逆に勉強しなくていいっていう自由な身ではあるんですけども、逆に自分が今どういう情報が必要か、そもそもどういう勉強しないといけないのか、それすらも自分で考えないといけないからですね、だからですね、なんていうか、まあ、自分をちゃんと 見ること、世界をちゃんと見ること、その両方が非常に大事になってくると。その上で本屋さんに行って今どういう本を読んだらいいのかとか、どういうことを自分は学ぶべきなのか、そういうのが見えてくるわけですね。はい。いいこと言ったー、ごめんなさい、まあ、ほんまにマジレスしちゃったけどね、ほんまに真面目に言ったけど、まあ、そういうのが大事なんで、うん、やったー勉強サボれるっていうね。だからもし学校が今ない人は、今勉強しなくていいとか、もしなんか大学がなくて、まあ、オンライン授業があるかもしれないんですけど、やったー勉強しなくていいっていう人はですね、まあ、普段とは全然違う分野の本を読んでみたりとか、まあ、それこそね、僕は最近ファッションの本にハマっているんですけども、ちょっと俺が最近買った本紹介していい？ごめん、マジどうでもいいけど、最近僕がどういう本読んでるか皆さんに教えてあげたいと思います。なんとですね、最近読んでいるのはデレンノンの、なんとですねバチバチの女性誌。最近の俺の参考書はこれでございまして、昔はですねなんと物理のね、あの理論物理の道しるべとかめちゃめちゃ難易度高い本読んでたんですけども、逆に今読んでる本これなんですよ。でこういうとかね、あとまあ雑誌こういうパウチとか、これはもう何これ分かんない、これ読んだことないんですけど、ジンジャーだって初めて見ました。であとは最近買ったのがこの世界アート鑑賞図鑑というね本があったりとか、こういう本を、読むんですけども、まあ、なんでかっていうとですね、まあ、最近やりたいことが、その、まあ、最近ね服が好きってよくねインスタとか、まあインスタしかり、まあ、花の隅っこっていう僕のサブチャンネルがあるんですけども、まあそういうところで、まあ、服が好きだということをね、まあ、言ってるんですけども、で自分のなんかブランドを立ち上げたいとかね、そういうのを言ってたりとか、まあなんかそのやりたいことがね、まあ、YouTube
ももちろんそうですけど、まあそれに伴ってなんかこういうことに興味が、服に興味が出てきたなってなってですね、うん、なんかその YouTube やってたらなんかいろんなこう服装とかですね、毎回僕多分見てもらったら分かると思うんですけど、毎回多分違う服装で動画撮ってると思うんですけど、まあなんかそのいろんな服を着て動画に出るのがなんか好きになっちゃって、うん、なんか、まあ、見られるという職業ですからですね、なんかイベントとかで、まあ、なんかその高い服をねなんか買ったりとかもあるんですけども、まあ、そういうところでなんかどんどん服に興味が出てきて、でなんかどうせやったら自分でほんまに欲しいもの作りたいなみたいな感じで思って、まあ、あとはなんか僕が見てる視聴者さんって、まあ、僕に似てて、まあ、なんかその服とかあんまもともと興味ないし勉強ばっかりしてる人が多いと思うんですけど、まあ、そういう人が、まあ、僕のかつての僕のような人が、まあ、なんかちょっとでもこうおしゃれに興味があって、よく僕の視聴者さんってこう、まあ、僕と同じでなんか陰キャ呼ばわりみたいなされるじゃないですか。でもなんかもっとファッションをなんかその、まあ、いいちゃんとおしゃれな服を身にまとうことによって、まあ、自分がに自信ができたりとかさ、そういうなんか陰キャだからこういう服着ちゃダメだとかさ、そういうなんかそういうフィルターを外してですね、なんか自分の殻を破って新しい自分を見つけられるようにということで、まあそういう今自分の新しいブランドのね立ち上げを今頑張ってるわけなんですけども、まあ、そういう意味でもそれをやるんだったらちゃんとまあ男性の服もそうやけども、なんか女性の服もちゃんと知っておきたいってことで、まあ現在どういう服が、それこそ俺たくさんのねあの服屋さんをめちゃめちゃもうマジで暇があったら服屋に行って服を見まくって、いい気に入った服があったら写真撮ったりとか、そういうの見たりとか、あとは他のウェアリストさんの投稿を見たりとか、あとこういう雑誌を読んで、まあ市場調査したり、どういう服が自分は作りたいのかちゃんと精査したりとか、あとはなんかデザインも絵を描いたりもしたいんですけど、じゃあ絵って根本的にどういうふうに何を考えてみんな描いてるのかとか、まあ、その辺をちょっと知りたくなって、まあ現代雑誌はもちろんなんと昔の芸術のところまで、まあ、勉強してみたいなってことで、まあ、今回こういうのをね買って、まあ、読んでるわけなんですけども、まあ、そういうふうにしてね、なんか今必要な勉強ってこう、まあ、自分が望むとキリがないくらいたくさんあるのでね、まあ、こういう逆に時間を使って、なんか逆に有意義に使えるととっても人生の幅が、クオリティオブライフが上がりそうかなと思います、はい、ごめんなさい、柄にもなく喋っちゃいましたけど、ごめんなさい、集中しましょう、ごめんなさい、5分ぐらい使っちゃった、6分40秒ぐらい使っちゃった、ごめんね、ごめんなさいね。じゃあ引き続きやっていきたいと思います。うん、まさか俺がさってなんかモアとかさベリーとかさアンアンとかさキャンキャンとかさそんなの呼んでると思わへんよねマジで。うん、まあでも俺は、まあ、今自分に必要な勉強をちゃんとやりたいですね。うん、なんだかんだで結構今でも本とかは結構読みますよ。うん、なんだかんだで結構本読むの好きで、実はねそんなこうおちゃらけてるように見えるかもしれませんけど、結構そのなんか今後世界がどうなるかとかね、あ日本がどうなるかとかさ、うん、とか、まあなんかそのあたりの本当に適当なタイトル買いというか、気になったらもうポチポチポチみたいな、うん、感じで、まあ、冷静にさやっぱりこう1500円とか1000円ぐらいでなんかその道の先人の知恵をめちゃくちゃ大量に摂取できるって結構冷静にやばいと思うんですよね。うん、その1000円から情報をどんだけ取るかって正直やっぱ人が
読んでる人がどれくらい意識してそれを読んだ結果行動が変わるとか、変わる人もいれば何もしない人もいると。その1000円の価値の見出し方は、1000円をどれほど、ね、コスパよく使えたかは、まあ、読者にはよるんですけども、なんか僕は結構そのいいところは、まあ、線引いたりとか、あとはスマホでその良かったところをメモとかしたりとかして、まあ、あとは自分の現状と照らし合わせて、あ、こう考えるべきなのかみたいなね、そういうのをやったりとか、まあ、できる限りその本を、まあ、読んで終わりじゃなくて、まあ、読んでどう考えるかとか、なんかその読んだ後どうするか、あと読んだ時に、まあ、さらっと読むんじゃなくて、まあ、知識、どんだけその本当にちゃんと頭に入ってるのかとかね、ちゃんとでもその辺はなんか意味のある読書をしたいって感じですよね。で、なんかあと同じような本を何冊か買うんですよね。同じようなジャンルの、例えば動画の勉強をしたいってなったら、動画に関するその本、YouTube に関する本を、まあなんか 4,5 冊買って、で全部読むんですね。でそれはなんか一個一個集中するっていうかは、なんかまあさらーっと読むじゃないですか、 4,5 冊。そしたら必然的に全部で同じこと書いてあると、全部の本に同じこと書いてある、同じようなことが書いてある項目が多分あるんですよ。それは多分めちゃめちゃエッセンスで大事で、あ、それはじゃあ他の本にも出てきたからこれめっちゃ大事なんだと、うん、この本を読んだだけ、一冊読んだだけではその、ね、それがめちゃめちゃどれくらい大事かって分かんない時あるんですけど、他の本にもまたがって書いてあるということはそれはとても大事で、そんだけ出てくるともう覚えちゃうというか、それはもうめちゃめちゃ重要なんだっていうことが分かるし覚えるし、なんかざっくりその業界の事情がざっくり入ってくる。なんかよく点と点が線でつながるみたいなのあるじゃないですか。一冊読んだだけでは、まあ一冊読むと、まあ、それでも十分わかることもあるんですけど、なんかこう点点点がまばらにこう打たれて、点点点がね、このフィールドの点がこう点点点って、まあ4つか5つぐらい点が打たれますと。で次また本読んで、ピン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 ってこうね、点が打たれていくと。なんかどんどんこの星が埋まっていくようにと。で最初5冊読んだらもう点がさ、トゥ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 ってなってて、重なってるところが、重なって光っているところが、まあ一等星なわけで、一番大事だっていう、重なっているところが、まあ主に大事なところ でしかも全部の点がこう空いてるんで、この全体像がなんとなくこうざっくりわかる。で言ってることがね、めちゃくちゃわかるようになってくるんですよ、読めば読むほどね。うん、だからなんかあることについて知りたい場合は、まあ、何冊か買うと、なんかより理解というかね、全体像が、俯瞰して見れるようになるのでおすすめですね。うん、まあ、正直それがまあたかだかね、1冊まあ1300円としても、4冊買ってはまあ6000円ぐらい、まあ、6000円7000円ぐらいでそこのことが全部知れるって、まあ僕的にはかなり安い投資だと思うので、うん、まあ、なんか本はね、なんか積極的に買うといいんじゃないかなと思います。俺は結構電子書籍派で、僕Kindle 派なんですよね。ごめんなさい、マジでどうでもよくはないかもしれないですけど。大事な勉強時間をこんなことに使って、ね、申し訳ないんですけども、僕はもう結構 Kindle で、僕は結構 Kindle でなんかこういう感じでね、まあなんかこういう感じで、全部携帯とか、まあ、あと Mac で読むことが多いです。本もね買うんですけど、なんかその今すぐ今読みたいみたいになっちゃって、なんかその今もね、コロナとかでなかなか外にも出れないんで、でまあ俺は結構すぐに読みたいってなったらすぐに手に入らないと嫌なタイプなので、
まあ、Kindle があったら Amazon ですぐその電子書籍バージョン買って、まあ、携帯に入れて、まあ、バッグにも入れて、この2つでまあ同期されてるんで、まあ、なんか基本的にはまあ、あの鈴木から読めるというか、すぐに鈴木から読めるし、あといつでもどこでもこうやってこうパッて開いてパッて読めるんで、なんかこう隙間時間とかに結構読むんですけど、寝る前とかさ、ちょっとぼーっとしてなんか作業を切り替えたい時とかにパッちょっとまあぼーっと読んだりとか、なんかやっぱ本ってね、ちょっと持ち運びとか体積もいるんですけど、スマホはまあ読みにくさは上がりますけど、まあ、その辺の時間はね有効に使えたりするので、おすすめかなと思います、うん、あと大事なとこにこうマーカーとかね引けたりもするし、うん、おすすめです。で、最近読んでいる本は、僕は水野学先生という方が好きでですね、この本は一応言っておくと世界観を作るという本で、めちゃめちゃ面白い本です、ぜひ気になる人は買ってみてください。まあ、どういう本かっていうと、まあ、日本は質の高い製品を作るのが得意なんですけど、それを売ったり、そこになんかこう意味のあるブランド的な価値をつけることが、まあ、苦手で、まあ、要は物の売り方とかが、まあ、下手くそみたいな、そういう本で、例えば日本ってあんまりこうブランド、ハイブランドみたいなのがないんですよね。日本は今までずっと質ばっかりを追求してきて、そういうこう物の意味、それ自体の価値、なんかそういうものを、それ自体の価値というとその質じゃない意味での価値、例えば高い会社とかベンツとかって、それ自体が質がすごいいいっていうかは、ベンツっていうのがその、まあ、社会的地位であったりとか、そういうなんか違う付加価値、まあ、ベンツを乗っている自分みたいな、そのそういう価値がまああって高い、まあ、高級車、ブランド車みたいなね感じなんですけど、日本ってそういうのが少ないと。で、なんでそういう風になっちゃったのかと、日本はどうするべきなのかみたいな、これからどうするべきかみたいな、なんか物が溢れちゃってる時代に、なんか物の質ばかりを高めている時代、そのテレビのリモコンの機能がさ、別に視聴者側は求めてないのに、リモコンがのボタンがやたら増えちゃって、かえって不便になってしまったりみたいな、そういうなんかよくわからない質に努力をしちゃって、でもその努力って間違ってるよねみたいな、じゃあどうすればいいんですかみたいな、そういうのが書いてある本になっております。まあ、でも一見その、まあ、皆さん、まあ、僕的には結構関係ある本だと思ってるんですけど、うん、でも結構なんかこれからの時代、なんかどういうものが大事になってくるかみたいなのは、まあ、みんなね、なんとなく知っておいてもいいんじゃないかなということで、水野さんは、とてもおすすめの方です。こんなことを喋っていたらあと13分になってしまったので、引き続きやっていきたいと思います。はい、ちょっとねコメント欄でいろいろ言われそうですね鼻は真面目すぎて腐ってね言われると思うんですけども、まあ、実際ね僕も人間なのでね、人間っぽいとこもね、人間です、人間根は真面目やからね、根は、うん、内定を親に言わずに勝手に辞退したりしたけどもですね、根は真面目なんでね、うん、説得力ないけどもさ、集中力切れちゃった集中切れちゃったら、どうしようかな、うん、待って、考えてること忘れた、
終わったー。はい、ということで、1時間半経ちましたけども、なんとそのうちの20分ぐらいはですね、私のね、まあ私のね、うん、なんか趣味に付き合ってもらったわけなんですけれども、皆さん集中できましたでしょうか。うん、できた、うん、できなかった、うん、そこはできたって言っとこうな、うん、ということで、まあ1時間半やってきたんですけれども、お疲れ様です皆さん。本当によく頑張ってくれました。ここまで見た人はね、もう大丈夫、人生何の問題もありません。うん、もうこれからもね、なんかもう全然自由に、なんかもう自分の羽で羽ばたいていける、そんな気がします。まあ、皆さんね、いろいろコロナで人に体に閉じこもらなければならないという大変悲惨な事態なんですけれどもですね、まあ、逆になんですよ、逆にもう全部もう俺はポジティブに捉えるというか、あ、逆にできるやんみたいな、その逆、もう全部人生ってやっぱ逆なんですよね。逆に、や、逆に耐えた、もう逆に良かった、もうこれしかない、うん、逆に良かった、もう家に閉じ込めれること逆に良かったと。もちろん散歩とかはね、あのしてくださいね、たまに外に出ることもね大事なんですけれどもですね、ということで、まあ、この機会を逆に逆手にとって皆さんにとってより良いものに昇華できるのではないでしょうかというね、もうまさしく天皇のようなすごい尊い言葉を締めくくりに、この勉強耐久動画を締めくくらせていただきたいと思います。それでは本日はどうもありがとうございました。皆さん本当にお疲れ様でした。これからも何卒よろしくお願いいたします。それでは今日の動画を終わりたいと思います。せーの、バイバーイ。